そうですね。僕は一幕のソロから続くパドゥ・ドゥ、その出会いのシーン、本当にデグリューとマノンが出会うシーンがあるんですけど、そこもソロも本当に難しいですし、パドゥ・ドゥがそのまま続くので、体力的にもこう肉体的にもすごくフィジカルが試される。でもその中ですごく一つ一つの振り付けに、ここはお話ししながらプロムナードするとか、そういうニュアンスが含まれているので、僕は一幕が一番辛いなって思います。でも踊っていてすごく楽しいので、そこまで地獄とかそういうなんかこう最悪な状況では、ないですね。あとはもう一つは沼地ですかね。あれは精神的になんかすごく踊っていてデグリューの気持ちにすごくなるシーンなので、なんかこう弱っていくマノンを見ているとちょっと涙が出そうになるので、メンタル的には最後の沼地が本当に僕はきついです。古典的なクラシックバレエっていうのも、僕は一応新国立劇場で主役を踊らせていただいたんですけど、こういうドラマティックな、マノンというドラマティックなバレエを踊るっていうことがすごく自分の中ですごいセンセーショナルな、ちょっと革命的なちょっと踊りだったっていうことを昔はすごく思いました。例えばなんですけど、マイムなどがやはりすごくナチュラルに本当にお話ししているみたいに、そのマイムをするっていうよりもなんか心から話すっていう感じですかね。本当に実際話している時もありますし、分からなければ話しながら、アダージオなどマノンと一緒にはもっと話しながら、こういう話をお客さんに伝えるんだよっていう、この何ですかね、説明的ではないですけど、お客様にちゃんと伝わるマイムなり、こう話している動作ですかね。そういうのをすごくみっちりなんかこう指導していただいた作品ですか。そうですね。そういう、経験っていうのはすごく僕にとってもまだ、まあ前の時ですけど、前回マノを踊らせていただいた時は本当にそういう術があることもそこまで知らなかったっていうのがありまして、すごく、この感じでいいのかっていう、なんか不安もありましたし、もともと自信は僕はないので、教えていっていただいて作っていくっていうのが僕のスタイルなので、僕にとってはすごくなんか未知の場所に行くじゃないですけど、そういう体験ですね。そうですね、すごくピュアな、すごく、まあ無知といえば無知になるんですけど、なんかすごく若い、なんかこう突っ走っていくタイプだなって僕は踊ってて思いますし、原作読んでいてもなんかその愛すれば愛するほどそういう情が深くなっていく、そういう人だと思います。ですごく愛、なんか愛に飢えているとかそういうわけじゃなくて、そのマノンとの出会いが彼の運命を変えたっていうのではなくて、彼もともともそういうなんかこう嫉妬深いところであるとか、こうお金よりも愛っていう、そのマノンとは全く逆の性質を持っている人なので、なんか演じていってすごくそういうマノンとの対比ももちろんお客様にお見せしないといけないですし、自分たちも作り上げていかないといけないっていうのはすごくなんか、踊っていて踊りがいもありますし、まあ、全然できてないと思うんですけど、なんか少しでもこう分かりやすく、それでこう濃密な愛の形っていうのをお客様にお見せできたらすごく僕は嬉しいなと思います。そうですね、僕も実際その時代のマノには会っていないので分からないんですけど、僕は小野綾子マノンなので、すごく何て言うんですかね、
やはりもちろん顔も可愛いと思いますし、マノンですけど、ですごくあの魅力的な女性、まあ、魅力的な女性といえばすごく簡単なことになってしまうんですけど、なんですかね、まあ、うん、恋するのにあんまり理由ってないじゃないですかって言っときましょうか。めっちゃ機材になってしまったんですけどすいません、はい、ロミオとジュリエットってなんか僕の中ではそこまでこう闇の部分が深くないっていうのがあまり見せていないっていう、ロミオ自体もうそういう明るいキャラクターで平和主義なキャラクターなんですけど、どちらかというとマノンのデグリューの場合はもう少し闇っていうか、その嫉妬っていうなんか人間のそのあまりなんか悪い感情って言ったらあれなんですけど、いい感情の時もあるんですけど、嫉妬っていうものとかそういうお金とかそういう欲望的なものがすごくあの多い作品だと思うので、なんか、うん、ロミオとジュリエットが、まあ、ある種の光だとしたらマノンがちょっと闇っていう風な捉え方を僕はちょっとしてるんですけど、でもそれは多分あの見るお客様のなんていうんですかね、見る、うん、お客様によって多分すごくあのそういうのは変わってくると思うんですけど、僕の場合はうん、そうですね、ロミオはどちらかというと光っていう感じがします。なんかいろいろはあると思うんですけど、嫉妬とかそういうなんかこう人間のなんかこう深層心理っていうのはやはりジュリエット側がすごく出していたと思うので、うん、と思います僕は。はい、はい、まあ、好きなシーンっていうか僕はこの作品自体がすごく僕は大好きなので、まあ、ロミオとジュリエットも大好きなんですけど、そういった時にこう何ですかね、このシーンって抜粋しちゃうとちょっと面白くないと思うので、まあ、いつも言っているんですが、全体を通して見ていただければそれは多分話を、うん、聞くっていう、作品を見るっていうよりもこう話を、まあ、本を読んでいるような感覚で僕はいつも見ていただければなって思っているので、本でも途中から読むと面白くないじゃないですか。最初から読んでストーリー寄って最終的に終わった時にああよかったっていう風な感じになりますよね。だからそれと一緒で最初から最後まであの見てほしいなと思います。マクミラン作品の最高傑作と言われる、ドラマティックバレエマノン、新国立劇場で、もうすぐ開演します。ぜひ劇場に足を運んでいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。